韓国学園は、平本明による日本の漫画作品。週刊ヤングマガジンにて、2011年15から2018年4.5合併号まで連載された。2013年、第37回講談社漫画賞を受賞。2018年4月時点で、累計発行部数は1300万部を突破している。2015年7月から9月まで、テレビアニメが放送され、 同年10月から12月までテレビドラマが放送された。東京都郊外にあり、驚愕化したばかりの元女子校、私立発行学園に入学したものの、女子風呂を除いた罪で、裏生徒会により懲罰胸に投獄された男子生徒5人の学園生活を描くハイスクールコメディ作品。脱獄や性的描写、策略などを取り入れたシチュエーションコメディが特徴である。 裏生徒会表生徒会その他の女子生徒2014年8月発売の単行本題14巻にてアニメ化が発表され2015年3月6日発売の単行本題16巻の帯にて同年夏から放送開始予定であると発表された2015年7月より9月まで東京 MXKBS 京都3テレビテレビ愛知、b s 1 1 a t x にて放送された 男子囚人編がアニメ化されており、最終話は、裏生徒会の面々が収監されていく光景で幕を下ろす。監獄学園、プリズンスクールマイナスのタイトルで、2015年10月から12月まで、MBS、TBS のシニアドラマークにて放送。CS ファミリー劇場にて、2016年5月16日からの3夜、連続で、午後11時より3話ずつの、 全球は一挙放送が実施される。放送日は関東広域圏の放送局である TBS テレビに準ずる。韓国学園プリズンスクールマイナスに関するカテゴリー。ありがとうございます。